どうも、くわみです。今日もお願いします。えっと、えっと、この前動画でアマゾンでネットショッピングをしました。という話をしました。えっとですね、ちょっと悲しいお知らせがあります。ちょっと、ちょっと前からアマゾンが送料を取るようになりました。えっと、2000円いかない商品に関して、 350円請求するみたいです。ちょっと私知らなかったんで、あのー、送料請求されてしまったみたいです。まあ、いた方ないですね。欲しいもんが2000円いかなかったんですよ。この前買ったこの、あのー、大きいの、あの、ワイヤレス、ワイヤレスチャージャーですね。これ、まあ、あのー、なんだっけ、タイムセールで、えー、500円くらいだったんですよね。 安ーと思って買ってしまったんですけど、ちょっと、まあ、なんか、後々調べてみたら、送料がかかってたみたいですご、ちょっとショックでした。そんな大した値段ではないですけど、500円に350円足されると、まあ、850円くらいですかね。だから、900円くらいかな。あの、これ500円かどうかちょっと覚えてないですけど、そのくらい、570円くらいだったんで、まあ、1000円くらいになっちゃいますよね。 900円 ?900 円ちょいちょいですね。まあ、あの、アマゾンで商品購入される方、えー、ぜひ気をつけてみてください。中には、あの、送料かからない、えー、ものとかもありますね。えー、っと、千あの、1000円いってない本あの漫画本とかでも、 えー、送料がかからない対象商品とかがあって、ちょっと一概に何がかかるかからないかちょっとわかんないんですけど、まあ、買われる際は、あのー、最後の詳細確認していただいて、えー、送料無料、通常送料無料と書かれてるかどうかを確認した方がいいですね。えっと、書かれてなければ2000円買わなければ、あのー、送料かかります。で、あと、 ちょっと前から2500円のまとめ買いじゃなきゃ買えないとかそういうのは知ってたんですけどね。ここ最近、4月になってから始まったんですかね。あの、皆さん気をつけてみてください。えっと、今日の動画、あの、アマゾンの送料がかかるようになったという動画です。えちょっと、まあ知らない人にとっては有益な情報なんじゃないかな、みたいな。 知らなくて買った後に送料かかって、ああ、なんだよ、みたいな。これだったらお、お店で買った方が、なんか、普通の量販店で買った方が安いな、とか、そういうことにもなりかねないですね。アマゾンだと、100円、普通の量販店より100円とか、そのくらい安かったりすることもあるんで、買う方いらっしゃると思うんですよ。だけど、送料かかったら、ほんともったいないかな、みたいな。だったら、あの、仕事帰りに、とか、学校帰りに、 あの、駅から歩いてちょっと行ってくるよ、みたいな人もいると思います。ぜひ、注意してみてください。えっ、ー、と、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバーイ。えー、私の Twitter アカウントができました。フォローしてください。あと、えー、私の動画のチャンネル登録、よろしくお願いします。 下に赤いのありますんで、クリックしてください。あと、Twitter アカウントも、えー、簡単にフォローできるようになってます。よろしくお願いします。